ナタのデイリー、依頼任務、ポカポカのコホラデュー、ペレヌイと会話する、流線の周囲のペレヌイはちょっとしたトラブルにあったようだ。これ行ってみよう。まあ、魔人任務ちょっとクリアしたからだいぶ、あれだね。落ち着くというか。まあ、世界任務とかも膨大な量あるから、まあ、次は部族見聞か。部族見聞に次の配信から入れるかな、ようやく。少しの間でいいから上がってきてくれる、池を掃除したいんだ。怠け者なココラ竜。いい子だから上がってきてちょうだい。早くしないと抱っこしちゃうよ。逃げた。逃げ足早いんだから、どうやって捕まえたらいいんだろう。温泉に入りに来たのごめんね。今掃除してるから少し待ってもらってもいい。とは言ってもこの子がなかなか上がってくれなくて、まだ掃除しなくちゃいけないところがたくさんあるのに、この前無理やり抱っこして引き上げたのを根に持ってたのかな。まいったね。これ方法が違うのかな。掃除は掃除で、なだめるはなだめるのかな。前は頭とかお腹を撫でてあげればおとなしく言うことを聞いてくれたのに。あれ、なんか稲妻の人いるけど。白浜、なんとしてでも温泉卵を自分で作りたい。渋いな。そういう温泉に入りに来たんだから温泉卵は必須よね。前に試したことがあったんだけど、人工温泉の温度じゃ不十分だったの。でも管理人はもっと暑いところには行っちゃダメだって言うし、そこでなんと私は現地の人に頼んで一番暑い温泉で卵を茹でてもらったの。あれ、温泉卵ってさ、何、温泉でやる意味って何かあんのかな。ただお湯だから、ただお湯っていうだけなのか、温泉の成分が味に、味とか栄養分になんか影響するのか、どうなんだろうね。温泉湧いてるからついでに茹でてる感じなのかな。温泉卵ってね、ついに真の温泉卵を味わう時が、気のせいかもしれないけど、普通の半熟卵よりずっと美味しいような。やっぱり自分で茹でてみなきゃね。運動すればいいかしら。あ、食べたくなってきた。くれるんかな。鳥の卵。温泉卵は必要。温泉卵くれ。頭。コホラ古流は岸の近くで嬉しそうにしている。これなら抱っこして上がれそうだ。引き上げた。温度が適度で半熟になるからではないでしょうか。でもだったらあれと一緒、あのガスコンロで、あのぬるめの、ぬるめだけど、ぬるめだけど温泉卵になるくらいの温度でやるのと一緒なのは一緒なのかな。こんなに簡単に温泉から出てもらえるのはあんた気に入られたみたいだね。助かってよ、早く報酬ね。あと温泉に入ったんじゃないでしょうね。温泉に入りに行ってる。戻っておいで、あっちはまだ掃除が済んでないんだから。家で半熟卵を作るのは温度の管理が必要です。温度の管理が必要なの。あ、一定の温度にするのが難しいってこと。上がり続ける、ずっと弱火とかでやってても上がり続けるからってこと。温泉の成分もあるのかな。そう、それがちょっと気になるよね。気になるよねっていうか、多分ググればすぐなんだろうけど、ググるほどのことではないっていう。正直どっちでもいいけど、若干そういえばどうなんだろうみたいな。そういうことってあるよね。
そういえばどうなんだろうと思うけど、ググるほどではないという。時間の管理ですね。温度ではなかったです。あ、時間の管理、時間の管理か。まあタイマーかけとけいいってこと。で、温泉卵もいいタイミングで取り出してるってこと。で、割と高度なやつなんだそういうこと。打ち続けて、思ったより繊細なの。ゆで卵も美味しいよね。なんか割とお腹いっぱいになるよね。どうでもいいけどゆで卵ってさ、なんかちょっと2個くらい食べたらさ、ちょっとしか食べてないのに結構腹持ちいいんだよね。でもなんかあんまり食べ過ぎるとお腹壊すんやな、なぜか。なんか一時期ゆで卵にハマってた時期があって、もう慣れてくるとさ、あの皮むくのがめんどくさいからさ、めんどくさいからっていうか、茹で上がってすぐ冷水につけてさってやるとさ、皮と卵のあれの間にちょっと空間ができてむきやすくなるよね。で、綺麗にむけるよな。あれ最初に気づいた人天才だよな。めっちゃ綺麗に剥けるの気持ちいいよね。塩かけてとマヨネーズと食べるだけでも美味しい。星と深淵、無事今日の依頼を達成しましたね。ありがとうございます。これが報酬です。あ、作ったことない。あ、俺も温泉卵はないわ。温泉卵とかいうというか、温泉卵風な。ゆで卵はもうほぼ放置しときゃいい。適当で言えばな。あ、これクリアしたか、なんかもらえるね。で、この辺もクリアすればなんかもらえる。あ、これもらえる。あ、500原石任務完了。これじゃけ、このバージョン内で魔人任務クリアすれば500原石も。あぶね、忘れてたわ。あぶね、そうだった。で、これはこれ結局なんか内容あんまり確認してないけど、何なんだっけこれ。これもう俺クリアしてんのかな。クリアしてますね。これは、まあ、挑戦進むとかあるから、進めばまあやれるのか。これはコホラコ竜を取ればいいのか。そんなにかかんないかな。やってしまおうかな。撮影系のやつ。あ、これ戦う系のやつか。まあ、今度でっか。あと何日？ 12 じゃろ？ 12 日以内にはやるか。まあもう特に、マジにもクリアしたしな。2時間半だから、この辺で終わって。どこか。
で、まあ次回以降、まあこれだな、部族見聞だな。次回以降部族見聞進めていってっていう感じかな。部族見聞、流線の周だけ3分の1クリアしてる。あとは受注しただけの状態かな。そうですね、薄皮に水が入る、水が入ることにより綺麗にむきます。そういうことなんだ。なるほど。あれいいよな。うん、ちょっと待って、でもあれ受注だけしとこうかな。このね、あの配信外でデイリーとかやるときにさ、邪魔なんよ。なんかうっかり受注してしまいそうで、これもうこんなとこ行かないけど、ちょっとここだけ受注して終わろう。気になる。あれもずっと出てる状態が。もう背面カチーナさんとムアラニさん育成って80突破でしてしまいたいな。まだもうちょいかかるのよね。相当早いよな、やっぱナタだと。ここでちょっとアーカイブ切り替えて